糸姫昌法2年6月20日は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての女性。蜂須賀正勝の娘。福岡藩初代藩主、黒田長政の性質。元気2年、橋場秀吉の家臣、蜂須賀正勝の娘として、尾張国にて誕生。母は、鳥居越中守の娘、白雲院。いぼ兄に、蜂須賀家政、姉になら姫がいる。 天正十二年、同じく秀吉の家臣である、黒田官兵衛の子、黒田長政と結婚、豊臣秀吉の幼女として嫁いだとの説もあるが、定かではない。慶長二年には娘菊子が生まれる。ところが、関ヶ原の戦いの直前に離縁させられ、長政には徳川家康の遺行により、家康の幼女である坂井姫が性質として嫁いだ。この糸姫との離縁が、 江戸時代中期までの黒田家と八須賀家の127年に渡る普通大名のきっかけとなった。その後は実家八須賀家両国の阿波国で暮らし、昭法2年に死去。改名は宝玉、陰伝統系専攻に依頼し、墓所は桃京山林光寺。八須賀、黒田両家は、京宝12年、八須賀津なのり、黒田信正の代に和解した。ありがとうございます。